じゃあ、デートギョのアキです。今回はディフト取り扱いのレザーブランドマサミタナカのアイテムをご紹介しようかなと思います。先日、完売してしまってたアイテムと新しく買い付けたアイテムが届いていて、それをご紹介したいと思います。まず完売してたアイテムがこちらですね。クラッチバッグになります。これで、マサミタナカで展開しているバッグの M サイズになります。 SM、L あるんですけど、それの M サイズですね。旅行とかのバックインバックのバッグとしてもいいですし、もちろん結婚式とかのバッグとしてもおすすめのバッグです。で、封筒をイメージしているデザインで、表も中も一枚釜で、表側を使っているものになります。なので贅沢ですね。内ポケとかはついてはないんですけど、これだけ街があるので財布だったり、まあ、タバコ吸われる方だったら、まあ、タバコアイコスなんかは全然問題なく入るサイズになります。実際こう持ってても、まあ、結構ちょうどいいサイズかなと思います。で、もう一個がこちらですね。まあ、表がカードが入れられるようになっていて、後ろが1枚まあ、お札が挟めるようになっていて、でマネークリップとカードホルダーが一緒になっているようなものですね。なので、まあ、結婚式とかってなるとクレジットカードと、まあ、スイカとかだけ入れて、で、まあ、ちょっとだけお金入れて、まあ、このバッグの中入れてとかってなると結構スマートでいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。どうですか？本当おすすめのバッグですね。ぜひ店頭ホームページでご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。